プレッシャーを全部受け入れて、そのプレッシャーを跳ね返す力っていうのが必要かなと思って。だからこの試合負けたら昇格できない。この試合、勝ったら昇格できない。まずの歯がゆいところでもあるし、まあ、やりがいって一つでもある。うん、レアンドロが去年の、年4月かな、夏に日本に来てもらって、まあ、今まで、まあ、日本のサッカー、長崎のサッカー見ておられて、その現状をどういうふうに感じているか。De primeiro momento, uma mudança grande, né, de cultura, né, e a gente sentiu um pouquinho de dificuldade no começo quanto a isso. E aos poucos, né, com a ajuda de vocês, a gente, principalmente o Yosan que estava aí no passado, a gente foi se adaptando, a gente foi conhecendo, a gente foi vendo como funcionava. Acredito que facilitou para algumas coisas que a gente decidiu fazer esse ano, mas eu acredito que, como tudo na vida, tudo é feito de processos, né? E eu creio que esse ano ainda a gente vem oscilando, né? Vamos dizer assim, no campeonato, mas conhecendo muito mais, né, a competição, conhecendo muito mais os próprios jogadores, né, que a gente trabalha, eu acredito que esse processo a gente precisa fazer com que ele acelere um pouco mais para obter o resultado que a gente quer. なるほど。そうですね。いや、そのスタッフがと選手がこう、あ、なんていうんですか、一つなんないと、まあ、そのプロセスっていうか、結果っていうのはいいものは生まれないと思うし、まあ、お互いにこう、なんていうんですか、分かり合おうとはしてる中の、まあ、僕の役目としては、そのなんていうんですか、つなぎ目を、まあ、もっと。レアンドロとか、まあ、監督が言ってるようなことを選手によりこうつなぐ役目がもっと、まあ、僕たち日本人コーチとかがやれればもっとそこが早くそのレアンドロにアクセルを踏めるんかなっていうのが、まあ、ここ半年一緒にやってて、まあ、ずっとこう歯がゆいとこでもあるし、まあ、やりがいの一つでもあるかなっていう。Mas a gente vê o quanto vocês nos ajudam a, não só a tomar decisões, mas no dia a dia, né, no trabalho, na execução do trabalho, em relação a atletas, informações importantes que muitas vezes nós não temos, né, e vocês conseguem nos ajudar nesse sentido. Ano, 14試合. まあ、戦術的ですよ、戦い方として、ここはもっと伸ばしていくっていう点と、ここを改善しなきゃいけないっていう、この2点を教えてほしいな。Eu faço essa pergunta todo pós-jogo, eu faço tentando achar o ponto do que realmente vai trazer equilíbrio, né, pra gente poder desses próximos 14 jogos atingir o que a gente quer. A gente fala muito, né, de quando a gente ganha os jogos, que o nível de atenção foi alto. Então, achar esse ponto de como fazer os atletas se manterem, né, focados o jogo todo, que é muito tempo, são 90, 100 minutos, e é um tempo bastante grande assim para manter o nível de atenção alto. Não, não é isso. Mas, eu acho que aqui, mas, 今までやってきたことをまあ、継続しつつもやっぱ目に見えない不安とかなんかこうまだなんていうんですか、まあ、昇格できなかったらどうしようとか勝たないといけないっていうプレッシャーとかもう多分みんなこう見えない部分でも抱えてると思うから、まあ、それをよりどう自信に変えて、まあ、思い切ってチーム全体が、まあ、日々過ごせる、まあ、過ごせたらいい試合もできると思うし、まあ、おのずと結果もついてくるんじゃないかなってこう、まあ、今なおが言ってたその負けたらどうしようとか勝たなきゃいけないっていうプレッシャー、いやそれはもう当然かかってくるよね。だってかからへんかったら別にプロじゃないや、うん、アマチュアはかからへん、ね、うん、でもプロサッカーってそれがあるから逆にプロサッカー
でもう長崎県民のもう全期待を背負ってとか、まあ、もちろん自分たちの家族とかを背負ってサッカーしてる上からそこはもう絶対なんかそっから逃れようとするんじゃなくて、うん、こうそれをなんていうかなプレッシャーを全部受け入れて、はい、そのプレッシャーを跳ね返す力っていうのが必要かなと思う、うん、そのプレッシャーがをこう嫌がるんじゃなくていやそれはもう俺らそれでやっぱり生活してる以上そのプレッシャーっていうのは、はい、もう受けてでそれを全部跳ね返していく、うん、ってなんかいつも俺は思ってる。ただこの試合負けたら昇格できない、この試合、勝ったら昇格できる、もうそのどっちかっていうゲームはこれから絶対出てくるから、そこでそこに立ち向かっていける、それを跳ねのけていける、そういうなんかメンタリティというのは必要なんかじゃないかな。もうそらね足が震えたり、いやそらすると思う。Essa pressão ela tem que ser transformada em energia boa, né? そうそうそうだね。そう思うんだよね。最後の昇格に向けて自分の思いを。Uma palavrinha só? いや一言、いや一文でもいいし。Acho que é um momento de retomar confiança olhando para o objetivo final. 自信を持ってね。やんなきゃいけないのは。OK。なるほどですか。まあ本当目標はもう明確やと思うんで、もうそこに向かってもうやれることを一つ一つやって、みんなで最後 J1 つかみ取れたらなと。まあ僕はまあ在籍期間が7年間で。今までの J リーグのコーチの中でチームの中で一番長く在籍させてもらってるチームで、まあ、そこでずっと7年間経って思ったことは、そのサポーターやこうファンの方の、まあ、応援というか、まあ、粘り強く本当ひたむきに応援してもらってる。昇格できた時もできなかった、降格した時もできなかった時も、でコロナで一回中断になって、で無観客の試合があって、でそれが観客が徐々に戻ってきて、であの時確か他のチームよりも長崎の観客数ってすごく多かったんじゃないかなと思ってて、怖さもあったろうけど、あの時も声も出せないけど粘り強くひたむきに応援してもらってるっていうのがすごく思いがあって、じゃあそれに応えるにはどうしたらいいかって思ってて、じゃあ我々もやっぱり粘り強くひたむきにプレーすることじゃないかな。熊本の後半の途中でライン際に出そうなボールをファンマが全力で追いかけていって出さなかったシーンがあるんだけど、まあ、そういうプレーをやっぱり我々は見てもらうっていうことがやっぱり必要で、それがなんか J1 昇格に向けてのなんかすごくこう俺たちがやらなきゃいけないことかなっていうのは思いますね。Era uma palavra, virou uma frase e virou um discurso depois.文章になって、もうこれはコンテストの、もう発表会になって、1人5分ぐらい話したことがあるから。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。